リナです。チョコです。アリアです。ミンク。ラテ。ティー。ビー。始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は姫カモです。私がクイズを出していくので、正解とかそういう概念ではなく、その姫カと答えが一致したとか、姫カに一番近い存在の人が優勝となります。そして優勝した方は姫カモの称号と私の好きな糸ようじをプレゼントしていきたいと思います。わあ、嬉しい。嬉しいな。嬉しいな。ということで、姫カモ早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。第1問目、何ですか？姫カの好きなおにぎりの具は何でしょう？それって何種類か？1種類か？1種類です。一番好きなやつ。わかる。答えを聞きます。待って、どっちかなんだよね。2つともやってる。ヒューカっていつもリアル食べれるの？そう？うん。オッケー、できました。みんなね、あれって言うと思うってのがあるんだよね。じゃあ、ヒメカの好きなおにぎりの具は？せーの、鮭。あ、鮭だね。理由は何ですか？前好きなことですね。好きです。はい、好きかも。梅の理由はなんか渋そうだったこの前コンビニ1万円の時にイクラと鮭買おうとしてイクラ2個買っちゃったとか言ってたから、イクラか鮭かなと思って、なんとなく姫香ちゃんの頭を思い浮かべて鮭みたいな。なるほど。では正解をいきます。せーの、のりたま。何それ？何それ？そんな具材ある？そんな具材ある？振りかけ、振りかけ、振りかけ。本当に？でもまあ姫カモなんで、やっぱ姫カに合わせてもらわないと。あー、そこまでね。それって具材じゃなくなって、それったら姫カに嫌われちゃうよ。具材だね。具材だね。具材だね。あ、お気に入りです。アリアも好きだよ、そういうのりたま。よく知って。私ものりたまでかも。怖いな、ちょっと怖い。のりたまさんだ。はい、はい、ということで次行きましょう。はい、じゃあ結果は全員0ポイントということで。はい、そういう系ね。オッケー。オッケー。1問1点にします。はい、1問1点です。じゃあ次の問題、第2問。私の好きなお米の硬さは柔らかいのか硬いのか、どっちでしょう？柔らかめか硬めかで。相当だわ。はい、開けました。はい、開けましたか。じゃあ私の好きなお米の硬さは、せーの、柔らかめ。中ぐらい。エコは硬め。全員違う答えなので誰かは正解ってことですね。やばい、硬めかもしんない。嘘、うん、だって姫買ってなんかちょっと違うこと言いそうちょっとずれてるよね。ずれてるから。せーの、硬め。イエーイ。サバサバしてるから固め。関係ない。柔らかめっていう感じじゃないんですよ。性格とね。関係してる。だから固めが好きかな。はい。なんか私この前お弁当食べてる時に姫香ちゃんが、このお米柔らかい、美味しいって思う。だから柔らかいです。そういうことを言ったりもする。そういうとこも配慮していただいて。はい。私たちが今日着てる服の中で姫香が一番欲しい、おわ好きな服はどれでしょうか。誰が着てるって。あ、そう、名前を書いていただいて。ちょっと二択。書けました。早いですね。はい、あまり迷いになかったというか。はい、もちろんこれ。OK です。みんな姫香のことを知っていてくれないと。特にアリアなのか。2年も付き合い、2年も付き合いですよ。違うよ、最近でもこの色を最近好きとか言ってたから。どっち？色じゃないよ。どうも服、デザインとかも関係してますじゃあ私の欲しい服は、せーの、エコユナ。理由をとアリアとか迷った。最近薄い水が欲しいって言ってたから、でもこの色も好きって言ってたから、
オッケーオッケー、じゃあゆかちゃん。え、なんかゆめかちゃんって最近大人っぽいガーリーっていうか、ベージュカラーが多いかと思ったので色的には自分かなって思いました、はい。ゆなもエコちゃんと迷ったんだけど、なんかさっきこういうのめっちゃ好きとか言ってたから、まあまんちゃんみたいな。はい、じゃあ運命お願いします。せーの、なんエコ。おやっぱり当たった。え、色はこれが好き。着るとしたらこっちがいいですね。あ、なんか合わせやすいみたいな。そう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 、ベージュ今すごい着てるしね。そう、確かに着てる着てる。じゃあ2ポイント、1ポイント。でもエコは言うまで当てた。やったじゃあ次の問題ですね。私が今想像してるカタカナ5文字を書いてください。いや、これは全員一致して当たり前だと思う。分かった、もう分かった怒ってますね。めっちゃ分かった。1、2、3、4、5、全員一致して当たり前だよ。分かった、もう、もう嫌だ。見せちゃダメだよ、あやこし。分かった分かっちゃった書けました。できましたね、一斉に。今私が想像してるカタカナ5文字はせーの、ドン。全員ピンクだった。正解いきます。せーの、イエーイ。まあ、これは当たり前の結果ですよね。はいはい。だ、みんな1ポイント。アリアが2ポイント、エコが3ポイント、ユナが1ポイントです。ユナちゃん3回いきますか。5問目、私の好きな糸ようじの色は。糸ようじ使ったのかな。髪の毛もんで。どんな糸ようじ。CM でやってるやつ。そう、花枝のゴミを取るやつ。 CM でやってる。え、わかんない。もう、はい、分かっちゃいました。全く分かんない。ケントも作る。はいはい、じゃあ私の好きな糸ようじの色は、せーの、グリーン。グリーン、グリーン、ピンク。ピンク。じゃあ理由を。なんか代表的グリーン。なんか健康的な色。はい、ゆこちゃん。ひめかちゃんは有名なの使ってそうなので、ね、これは糸ようじですか。糸ようじです。あ、ちょっとなんか持ち手の方が糸ようじですね。惜しいかと思いました。はい、じゃあワンで。みんなはもう勘で黒かピンクだなと思って、ひめかちゃんピンク好きかなと思って。なるほど。私の好きな糸ようじの色は、せーの、水色。うーん、わかっちゃう。で、さっきかなんかさ、消したやつが合ってるの。それも最後の問題なんですが、最後の問題はなんと1000ポイントです。1000ポイント。頑張ります。挽回のチャンスです。はい、で、今のところ2点、3点2点です。はい、だから自分だけが正解したら。あ、そうです、そうです。やばいじゃん。アリア最近ボクセンに出て、アリポンっていうあだ名があるんですけど、私のあだ名を考えてもらって、私が一番いいと思った人に1000ポイントです。え、じゃあひめかちゃんの頭と一緒じゃなくても。あ、そう、ひめかは別に考えないです。あ、で、みんな、そういう感じ。みんなからいいあだ名を考えて、あ、これがいいっていう人に1000ポイント。制限時間30秒で。え、ちょっとそれはすごいです。30秒。待って、全く考えない。じゃあ制限時間を30秒で、よーい、スタート。質問 OK ですか。じゃあ1人1問まで。何の食べ物ですか。20秒。何の食べ物が好きですか。いっぱいある。お寿司とかスパゲッティとか餃子とか1個にしてください。アイスとかゼリーとか。え、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、みんな最後めっちゃ頑張って書いてたんだけど、適当に考えてないですか。考えてないです。真剣に考えましたね。はい、はい、じゃあ私の頭を発表してもらいたいと思います。じゃあアリア、ヒメゴ、ワオ、ヒメゴみたいな呼びやすいし、ヒメゴ、なんかカビゴみたいな。カビゴ好き。カビゴも好き。そう、前さ、あのなんか TikTok でカビゴのやつが映ってて、ヒメゴも好きなんだよねって言ってたから、カビゴ。カビゴ。はい、エコはヒメピ。
ヒメピ今ケンピが好きで最後に言ってくれてそのピを取ってヒメピにしましたヒメケンピにしないところがいいですでも趣旨が変わっちゃったはい、じゃあ、ゆなちゃんちょっと、本当にこれはすみませんなんかもうこういうあだ名なくて一番好きなんですヒメカちゃん、ハートでおお、かわいい好きのをちょっとね、アピール表してなるほど待って、全部いい待って、どうしようどうしようヒメピだよヒメカちゃん、ハートヒメケンピヒメコヒメケンピヒメコどうしよううわぁヒメコどうしようヒメコよかったなと思う人の名前を姫子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 
ね。はい、ユナともすごく迷ったんですけど、可愛かったし、理由が、あの、ひめかちゃんはよく考えたらあだ名じゃないなと思いました。ひめぴは普通に一番成立してるかなと思いました。はい、ということで優勝はぺこー3ポイントです。はい、じゃあ、イタリアの人と姫川の勝負をお伝えいたします。どうでしたでしょうか。考えてみてくれた方は結構難しかったんじゃないかなと思います。そう、結構自己紹介とかでも言ってきてないことばっかだったのでね、良、かったんじゃないでしょうか。はい、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。